地下にかような洞窟を掘るとは。新人は時に恐ろしい力を生むものじゃが、信長はこの力を恐れていたのやもしれぬな。
まじく強大な妖気を放っておる。安心、無理はするでないぞ。元凶はこやつではなさそうじゃ。
小牧殿は太平の世のために、その身を挺身をした。世相も微力ながら力添えいたしましょう。 これで京の都はひとまず安泰でしょう。しかしケリーとやらが家康様を狙うと申していたのが気がかり。